こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、ライバルセリアよりも高い価格で転売する方法とは、この方法でしたら出品した商品がどんどん売れて儲かりますよというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい。この動画ですね、実際私がですね、ライバルセリアですね、よりも高く売る方法ですね、実践してきました。ぜひね、こういった方法でしたら、今までも転売の実績から見て高く売れてますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずこちらですね。まず、これは基本なんですけど、フォロワーですね。で、フォロワーを増やします。で、フォロワーを増やすってことはですね、ファンですね。このファンが増えるんですね。で、例えばですね、フォロワー数が1000とかね、例えば1000以上とか、500以上とかね、いますと、商品を出したときに、このフォロワーしてる方が即ね、商品を見るんですよ。なので、すぐね、いいねっていうね、がつきますし、高くね、買ってくる確率は非常に上がります、正直。なので、例えばね、私も、ちょっとラクマの方で商品出してたりしてるんですけど、結構ね、反応がいいですね。もう11月後半なんで、もう転売の、もう季節なんで、やっぱり、それもね、かなりいいね、多いんですけど、実際ね、フォロワーが多ければ多いほど、商品がね、高く売れる確率がね、上がりますし、ファンが増えますので、ぜひね、これをね、増やしていただければいいかと思います。はい。あとですね、アマゾンですけど、例えば、評価を上げますよね。で、100%維持することによってどうなるかっていうと、常連がね、増えるんですよ。で、常連さんってどれくらい買うかっていうと、例えば一人のね、購入者とか、業者とかついてきまして、とにかくですね、一人が例えば10個買うとかね、もう過去のデータから見ると10個とかね、20個とかね、買ってるんですよ。はい。なのでね、こちらも評価を上げることによって、ファンね、フォロワーが増えます。ぜひね、転売で勝負するときに、他のセラーよりも高く商品を売りたい場合はですね、フォロワーを増やすことがね、基本前提になりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームスタンプお願いします。あと、YouTube 活動に受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。